サミュエル・アンソニー・アリート・ジュニアはアメリカ合衆国の裁判官、検察官、法律家。現在はアメリカ合衆国連邦最高裁判所、陪席判事を務める。宗教はカトリック。尊敬する判事は最高裁で共に判事を務めたアントニン・スカリアである。ニュージャージー州トレントンのイタリア系アメリカ人の家庭に生まれ、青年時はプリンストン大学。 イエール大学で法律を学んだ。ロナルド・レーガン政権下で、司法時間補代理、ニュージャージー州の連邦検事、フィラデルフィアの連邦交際判事を経て、2005年10月31日、ウィリアム・レンキスト最高裁長官の死去に伴い、ジョージ・ブッシュ大統領から、アメリカ合衆国連邦最高裁判所、判事に指名される。レンキストの公認には、当初、 ブッシュと同じテキサス州の出身で自身の法律顧問を務めていたハリエット・マイヤーズを指名していたが民主党からは言語主義に基づく人事一方マイヤーズが中絶問題でのスタンスが曖昧なことからジャーナリストのジョージ・ウィルやサム・ブラウンバック上院議員からは公約違反と激しく批判されたそうした経緯から明確な保守派であるアリーイートが 判事に指名された。上院での指名承認は当初難航が予想されたが、エドワード・ケネディ上院議員が呼びかけた、審議妨害は同調者が広がらず、上院、司法委員会での公聴会では、民主党議員の追及に、マーサ夫人が号泣する一幕が見られた。2006年1月24日の司法委員会で、採決が行われ、共和党議員全員が賛成。 民主党議員全員が反対し、10対8で承認。舞台は、その後、本会議に移り、1月31日の採決で、ベンネルソン上院議員ら一部、民主党議員が同調し58対42で、アリートは最高裁判事に正式に承認された。ありがとうございます。